アルビオンは、イギリス海軍の航空母艦、コマンド母艦、戦闘急航空母艦の2番艦。1954年収益、1973年退役。艦番号は、R07、同盟の艦としては8代目となる。1944年3月にスワンハンター社のベリファスト造船所で寄港された。 第二次世界大戦の終結を受けて、建造はスローペースとなり、浸水は1947年5月となった。1949年10月18日、3隻のタグボードにより、ジャローからロサイスへ栄光されていたアルビオンは、ロングストーン灯台から4海里の地点で、SS メイストーンと衝突した。衝突によりメイストーンは沈没。 アルビオンは線尾に20.9平方メートルの箱を生じ、浸水が始まった。タグボートは、アルビオンの沈没を避けるため、線とアバズヘッド付近の海岸へ乗り上げさせようとしたが、栄光柵が、プロペラの推進軸に絡まり失敗した。救援のためロサイスから、A 線 HMS レスティブ特畜艦、HMS ストリートジェームズが送られ、絡まった栄光柵を取り除いて、 アルビオンをロサイスへ栄光することに成功した。機関室には1.5メートルの浸水があった。1951年に竣航する予定であったが、衝突事故の影響もあり完全な完成は1954年5月まで遅れた。飛行時は従来の直線式飛行艦板を有する計画であったが、建造中の解説計により、竣航時にアングルドデッキを装備していた。 1954年に就役、同年9月には地中海艦隊に配属されている。1956年には第二次中東戦争に参加し、A フッツ軍の進行に対し航空機の援護を提供している。1958年には試験的な運用としてイギリス海兵隊の兵員、車両、機材を搭載し、中東方面へ展開している。その後も、 極東やオーストラリアなど各地に航行、展開した。1961年に固定翼機に対応する航空偽装を取り外し、コマンド母艦に改装される。これはヘリコプターによる兵員の揚陸を行う揚陸艦であった。1962年に最終駅し、ヘリコプターと海兵隊を搭載して極東方面へ展開、ボルネオ島における、 共産主義ゲリラの相当の支援任務を行った。1967年にはアデンからのイギリスの撤退を援護し、1971年のシンガポールにあったイギリス極東艦隊の解散の時までそこに配備されていた。1973年に退役し、一時は北海油田用の重量物輸送船にする計画もあったが、それは中止され、スクラップにされた。 最終時期の搭載機は次の通り、ありがとうございます。